はいどうも、オミューダンスミヤドフィルムですの動き忘れてます。その唇あと何、その唇はどういう意味、何その口の形。はい、シュポジに買ってきてもらったシュプクルネック早速着て最終日のニューヨーク楽しんでいこうと思います。ここはですね、ブルックリンの、まあ、海沿い、マンハッタン側の海沿いに位置する、まあまあ、ブルックリンでも有名な場所でございますね。まずは朝飯を食いに向かってますけども、はい、これがブルックリン橋でございます。ニューヨークマンハッタン島とブルックリンをつなぐ橋のうちの何本かの一本。お、バドワイザーのトラックじゃないか。はい、バドワイザーのトラック。なんでもないですけども、はい。でっかいですね。車もね、でっかいですね。やっぱニューヨークはね、街もでかけりゃ車もでかい。はい。でっかいトラックいっぱい走ってます。トランスフォームしちゃいそうだね。楽しみ。お、あそこにあるのは生首ですね。ニューヨークの街中には生首。ちょっとなんか顔がいやらしい、いやらしい頭の像。ファットボーイ名前ファットボーイかいということで、腹減ってきた。ここどこなんだろう。ブルックリンはね、なんていうんですかね、マンハッタンとニューヨークの中心街と違ってちょっと落ち着いた雰囲気、日本、まあ、東京でいうと、まあ、でっかい代官山みたいな雰囲気なんですかね、店とかもカフェとかそういう食べ物系とかなんか家具屋さんとかもね、いろいろありつつなんでね、いや普通にここで生活してここで働く人生最高じゃないか、最高じゃないか。いくらぐらいなんですかね、住んだらやっぱ高いんですかね。まあニューヨーク、マンハッタンよりかは安いと思うんですけど、それでもすごいですか。もうマンハッタンはもうビジネスがいろんなあるんですけど、ここね、おしゃれで、ここ曲がったら出ますよ。はい、ドーン、この景色、あれあれ、ブルックリンのマンハッタンブリッジが見えるここですよ。見たことあるでしょうがね。まあでもそんな豊かでね、すぐ飽きちゃうんですよね。ああいうなんか観光地、ザ観光地みたいな。タイムズスクエアもそうなんですけど、もう写真一枚パシャッと撮ったらね、もうおしまいでいいやって感じなんですよ。それよりもやっぱ写真とか、ネットで落ちてる画像にないような、見たことない景色の場所の方がね、楽しいんですよ、やっぱりね。もうこんな車とか撮っちゃってるから無駄に。なんで俺はこの車撮ってんだ？よくわかんないけども、はい。で、このレンタサイクルみたいなのもあってね、これニューヨーカーがいっぱい使ってる。なんかシュポージがブルックリンシュプリームにね行くために使おうとして、1時間ぐらい宿泊したんですけど乗れなかったらしいです。なんかアプリ落としてキー解除まで行ったんですけど、なんか他の自転車をお選びくださいって何個も何個も出てきて乗れなかったっぽい。どうやって乗んのこれは。はい、これ今建物見て思ったんですけど、さっき代官山っていう風に言ったんですけど、もう横浜っすねブルックリンは。あ、見てください、スケーターが、スケーターです。本場ニューヨークのスケーターいましたよ。どこ行くんですかね。はい、来ました。この景色よ。やっぱりこのね、ガッツンというね、マンハッタン向こうに見えますから、ここはね、ほんといいですよ。結構散歩とかしてる人も多くてね、なんか、もう石だらけなんですけどね、なんか工事してて、またなんか作ろうっていうのが、なんか工事してて、もう、瓦礫の山、見れるんですけども、はい。まあでも、すごいし、やっぱこの橋と、これなんだ、ブルックリンブリッジ。ブルックリンブリッジとこの、向こうに見える、やっぱニューヨークの街並み。これが最高。あれはマンハッタンブリッジ。間違えちゃうけど。で、あそこに、お姫様。結婚式の写真なのかな？ね、いいっすよね。東京駅で撮ってるやつみたいな感じでね。で、ちょっと歩いてくとですね、あそこの階段らへんに、なんかスケーターたちがいっぱいいて、スケートビデオっぽいの撮ってるんですよ。で、すごいなんかオフィシャル感溢れててね、なんか着てる服とか見せたら、もしかしたらスラッシャーマガジンのライダーたちなのかも。ちょっとわかんないんですけども。多分そうかも。はい。いいっすね。いるんすね。ニューヨークっすね。
はい、でちょっと進むとですね、こちら、はい、このメリーゴーランドがあるとこ、ここ見たことないですか？映画だとなんだ、アメージングスパイダーマン2であのピーターとハリー、あのアンドリュー・ガーフィールドとデイン・デハーンがね、再会して喋るとこっすわな。ここなのよ、ここブルックリン暖房地区にあるリバーサイドってことですから、はい、ここいいっすよ。ここもね、やっぱこういうニューヨークがって一望できる景色のところがやっぱね、いいっす。はい、ここはですね、さっきのリバーサイドにありますタイムアウトマーケットっていう横浜の赤レンガ倉庫みたいな、中にフードコートとか入ってる商業施設でございます。ここでちょっと昼飯食いたいと思うんですけども、はい、これなんだ、いや、なんだったんだ、うん、なんかアート作品みたいので、はい、遊んじゃいましたけど、ここですフードコート、いろんなね、食べ物屋さんありますよ。ピザからハンバーガーから、なんだそのポキからね、いろんなありますから、もう全部うまそうでございます。はい、もうやばい、ちょっと胃袋がね、欲しがってますわ。どれにしようかな、もういろいろあるっていうか、普通に店内おしゃれー。これですよね、ブルックリン風、ブルックリン風のもうその元のやつ、うん、もうね、バカみたいに食おうってことで、これ、ラーメンにしました。ニューヨークで食ってみたかったんだ、ラーメン。これはね、照り焼き豚骨ラーメン。豚骨だけど、やっぱ日本と違ってね、あの臭くないやつです。はい、あとはハニーマスタードのかってるチキンと、なんかちぎったパーン、くっ、腹パチンパチンでございます。いや、ラーメンね、全然うまかったっすよ。照り焼き豚骨っていうね、なんかすごいね、アメリカっぽい名前のラーメンだったんですけど、うまかったです。はい、ということで、今からブリックリンブリッジを渡ります。なんて、ここですよ、これブルックリンブリッジね。普通に徒歩とか自転車とか車とか電車とか、まあ渡れるんですけど、徒歩で渡る場合、マンハッタンまで、約30分くらい、40分かかります。激長橋でございます。はい、でやっぱこう景色ですよね。もう景色ってうるせえよもうと思うかもしれないですけども、景色なんですよね、もうニューヨークってね、でっかいでしょう。いやー、この橋ね、いいですよね。みんなこう写真撮ったりとか、もう普通に食べたりとか、あと途中にベンチがあって、そこで休憩もできるんでね、僕も休憩しました、そこで。はい、歩き疲れたら休憩できるベンチとかあってね、いいんですよね。いや、でもね、あのまだマリファナくせーな、ここもいつまでマリファナくせんだよ、この大都会はよ。そこら中にいるな、マリファナ吸ってるやつが多分。僕は吸ってないですよ。僕は吸ってないですよ。はい。なんてことを言っていたら、マンハッタン着くぞい。今日はですね、ソーホー、シュプリーム、ニューヨークマンハッタン店があったあたりで、洋服とかお買い物しようとね、思ってまーす。レッツゴー。はい、マンハッタン着きました。はい、さあ服買いに行こうと思ったんすけど、あのもう疲れました。歩き疲れて、またベンチ座って休憩してます。いや、おじいちゃんじゃん。はい、あのね、建物おもろいんすよ。なんていうんですかね、ガリガリに削られてる感じ、なんか彫刻刀でガッガッて適当に入れられた感じの、あの建築かっこいいですよね。さあ、体を再起動させてきました。ソーホー、ニューヨークの、ファッション街ですかね。ソーホー来ましたよ。ほら見て、この道が長いでしょ。初日から言ってるけど、どこまで続くんだこの道はっていうね、長いでしょこれ。もうすごい、もう広角レンズでご覧あれ、広角レンズでアップでもどうぞ、アップでも、あの
あの端っこにうっすら蜃気楼のように見えるビルがですね、クライスラービルディングですね、うん、あれはエンパイアステートビルと思ってる人も多いとか多くないとか、はい、アルマゲドンのオープニングでぶち折れて、地面に刺さってたビルがあれでございますわね。過去世界一高いビルと言われたみたいですね。いやー、でかくて広いなー。はい、よいよいただきました、よいただきました。はい、ここは、ちょっと双方を歩いてますけども、見てください、道端でですね、偽物売り放題、全部偽物ですね、本物なわけないですよね、わかんないですけど、もう全部偽物ですね、こんな風に売られてるのは。だって本物なわけないっすもんね、こんな風に売られて、ヴィトンやグッチ、いろんなね、こうハイブランドの偽物がね置いてありますね。バッグとか、キャップも多いっすね、シュプリームって書かれてますね、スニーカーですよ、これ見てください、スニーカー、これヴィトンのアルザサル、あんなモデル出てたか、あんなカラーでしたっけ、すごい、あんなキワキワに、キワキワに下手した内輪差に巻き込まれませんか、車が右折した時の内輪差でズチって引かれませんか。でもそれも売っちゃうんだし、俺たちはそれも売っちゃうんだしというね、そんな面持ちで立ってます、はい、立ってますから、はい、すごいですよね、でもね、これ何がすごいってね、やっぱね、あの買ってる人いるんすよね、普通に見てね、こんな観光客がね、これいいじゃん、安いじゃないでね、買ってるんすよね。なんでこのハイパーインターネット時代に偽物ってわからないか、道は広いし長いし、ニューヨークだな、ニューヨークだな、さあ、俺は今日偽物摘発しに来たんじゃない、服を買いに来たんだと思ったら、バンクシーの絵が売ってるぞ、バンクシー風の絵が売ってるぞ。でも売ってる本人はいない。ガチバンクシーじゃないよね。売ってる本人がいないからなんか信憑性が高まるところ。はい、見えました。指差しで、ご確認ください。ゴルフワンです。はい、ラッパーのタイラザクリエイターのブランドゴルフワンの店舗がニューヨーク総合に最近オープンしました。オープン初日はもう長蛇の列、ここら辺の、何ブロックかをねぐるっと囲むほどの人気があったゴルフワン、今日は一人も並んでないけどここに来たかった、今日は服を買う日なんだ、爆買いするぞ爆買いするぞ、はあ、店舗もかっこいいな、古い建物にロゴがあってね、はい、なんか店内全然いいよ撮ってもみたいな感じだったんで、買い物中の僕ちゃん、ちょっとねリング日本のオンラインでね欲しかったんですけどサイズがなくて買えなかったリングがねあって、ちょっとサイズ確認してます。いやもう店内もねかっこいいっすよね、シュプと違ってなんか若干シュプよりもシュプっぽいんですけど可愛い感じがある、ちょっとスイートな感じがね合わさってるゴルフのワンの店内すごく良かった、いやもう興奮しすぎてね動画とか忘れてもう普通に買い物だけしてね出てきちゃいました、もうすっげえよかった、ほんとみんな言ってきて、なんだそのポーズしょうもねえお前、なんだやめちまえお前、なんだそれ、いやもうびっくりしてちょっと切れすぎてしまいました、すいません。こちら、はい、ニューヨークのセカスト、おしゃれっすね、ニューヨークのセカスト、ちょっと店内入ってみよう、どんな服があるのかしら、はいはい、普通にセカストをこう回っていきます、ニューヨークのセカスト、雰囲気みんな味わってくだっちゃいということで、店員さんかわいいね、古着やっぱりね、あイージーだ、イージーの初期型、あいいね、高かった普通に、まあお値段、まあ、変わりませんね日本とね、やっぱすみません、何でしたっけ、ニューヨークはやっぱね古着系人気ですよ、今の日本と一緒、やっぱりねちょっとこう皆さんニューヨーカーたち安くかっこよくおしゃれしたい、
やっぱそういう気持ちありますからね。なかなかガンガンね、新しい服買ってたら、ほんと生活できないですからね。まあこういうとことね、ファストファッション利用してるみたいですね。まあもう嫌でよーっと。もうね、やっぱ双方がね、楽しすぎるな、正直。やっぱ洋服屋さんいっぱいあるし、歩いてる人がね、やっぱガツンとみんなおしゃれなんですよ。コーディネートがね、もう学べるというかね、ほんともうそこら中のね、アートもいいしね、って、こいつは何を PV みたいに歩いてんだ、こいつは。とにかくね、ここ決まりました。僕のアナザースカイにします。はい、舞い上がってます。ニューヨーク、いますよ。はい。ということでね、次はですね、事前に動画でも言ってました、エメレオンドレの店舗に行きたいと思って歩いてます。こんなおしゃれなとこあるんですね。店舗は確かこちら辺で、もうすぐ着くんでしょうかね。あそこですかね。人がね、黄色い服の人が立ってるとこがエメレオンドレです。はい。でね、入ろうとしたこの黄色い人にね、改装中だから、入れないよと言われました。入れませんでした。まあそうなったらしょうがないですよね。おーっと、未来的なバイク。はい。まあ東京でも結構乗ってる人いますよね、あれね。突然現れるけども、そう、乗ってる人の顔が面白いんですよね。別に何ですか、チャリみたいな感じですけど、みたいな。一輪の変なの乗ってるっていう顔じゃないですよね。はい、来た、ストゥーシー。ニューヨークのストゥーシーですよ、皆さん。こちらにも来たかったんです。さあ、入ってみちゃおう。撮影はもちろんできないけどね。日本未発売のね、チャックテイラーがあったんですけど、店員さんが、普通にちっちゃいのしかないよっていう。買えませんでした。はい、さてさて、次はですね、ファッキンオーサム、私の敬愛するシュプ元ライダージェイソン・ディルが、やってるブランドファッキンオーサムの店舗がニューヨーク双方にありますから、そこに行こうと思っていたのですが、閉店時間が19時なんですよ。で、今ね、晴れてるでしょ。俺もね、なんかね、15時とか16時の感じでずっと歩いてたんですけど、時計見たら、18時50分でした。いや、間に合わねえよ。すいません。間に合いませんでした。この後、ドーバーストリートマーケット、ニューヨークとかも行こうと思ったんですけど、19時閉店でした。店全部19時閉店です。それは普通なんですけど、今18時50分なんですよ。こんな明るいのにもう感覚バグっちゃって、全然まだ店が閉店するとかそういう時間に思えないんですよ。思えないでしょ、みんな。だってそうなの。終わり。だからもう終わり。最後ステューシー行って終わりました。まだまだ 3,4 店舗行こうと思ったのに。なったよこれ。皆さん注意してください。ニューヨークの日はね、長いですよ。長いや、日が。ちくしょう。でも俺は諦めなかった。ここで立ち止まらなかった。足をね、動かしたんですよ。そうだ、最後。双方のシュプリーム行こう。そして初日、ブルックリン店にあるかもと思って買わなかった。MA1、買ってやるよ。よっしゃ、買ってやろうと思って。たんですよ。ちょっと並んでるか。まあ、いいぜ。こんぐらいだったら並ぶぜ。あれ、ちょっと待って。パーテーションある。すいません。並んでいいですか ?No! ダメだこりゃ。終わりでーす。はい。コビアさん出ちゃいましたけど、全部終わってた。でも、店内ちょっと見てみて、ちょっと見てみたら、MA1 もね、売り切れてら。もうディスプレイになかったから売り切れてます。全部ない。MA1 ない。店もやってない。もういい。ホットで、全部ミス。俺のバカ。はい、分かりますよね。そうなったらもうあとはバカデカステーキ食うだけですよ。こっちはね、めちゃバカデカタカステーキ食うだけですよ。ビールと、もう腹ちぎれさせて、もう最後終わりにします。もうめちゃめちゃうまい。パン食い放題のこのポテト見て、デカスプーンにドチャって、この
いくらでもお取りください、このハッシュドポテト、どちゃって、あとケチャップもいくらでもかけてどうぞっていう、で肉もいくらでもミディアムレアでいってくださいみたいな、でパンもいつだってお渡ししますよっていう状況、うん、最高です。はい、めちゃくちゃうまかったです。オーマイガー、すっげー、やばいやばい。さあ最後は、ニューヨークをね一望できる眺め見れるタワーでね、最後ニューヨーク最後の日をね、終えたいと思います。すごいでしょ眺めこれね、でかいでかい言うてきましたけど、すごいよこの夜景、何万ドルがどこっていうやつよこれね、すごいっしょ。アレンパイアステートビルね、ちょ光っ、なんかチカチカ光ってんだ上の方がね、キングコングが登ったビルで有名ですけどもね、すごいよね。東京でも見れますけどね、都庁とかね上無料で上がったらね見れる、結構いいですけどね。そうそう、スカイツリーとかもね、それのどれもを超える景色、もうとんでもないでしょこれ、もう一生見てられんだよこれ。ニューヨークでタワマン住んだ人はもう絶望するだろうね、逆にこれ以上ないから多分、それ以上のなんかこう何お金的な成功ってないんだからさ。あーで、はい、最後ここね、ニューヨークセントラルパーク駅、セントラル駅ってことです、これね。ここもすごい有名ですね。なんだっけ、ゴシップガールとかで出たんでしたっけね。確かね、見てないんですけどね、ゴシップガール。確かゴシップガール系のドラマで出たとかね。まあ、その他のドラマとかもめっちゃ出る。その他の映画とかでも使われてますから、はい。ね、超有名。超歴史的建造物。最後を見て終わりでございます。いや、広いな、この駅。普通にすごいですよね。まあニューヨークで一番有名な駅ですから、うん、いやほんと楽しかったニューヨーク。あとホテル帰って寝たら朝ね、もうすぐね電車じゃなくてもうねタクシーで空港、あれあーにゃーあーにゃー、え、最後あーにゃー、魂ネーションのブースがあったとさ、うん、駅の中に、はい、ニューヨーク新たした、最後めっちゃ日本ですけど、いやー楽しかった、また絶対行きたいと思います。はい、じゃあ最後に、僕が泊まったホテルが夜になるとクラブになったんですけど、そのうるささをお送りしてお別れです。じゃあねー。